ウェストミンスター寺院にある控え壁の霊控え壁、またはバットレスは建築構造の一つであり、建物本体を構成する主壁に対して直角方向に突き出した補助的な壁を作ることで適切な支柱を持たない屋根の重量によって主壁に生じる横荷重を受け止めて主壁を支持、補強する役割を果たす。このような構造は主に古い時代のヨーロッパなどの 祖先作り建物に多く見られ、模様などの彫刻とともに、独特の外観を生み出している。ローマ時代の建築物はボールトが広い場合には、その水力を支持するために角壁が設けられ、廊下が区切られた平面構造となっていたので、控え壁が目立つことはなかった。一方、ローマ時代の浴場建築では、閣壁が背の高いアーチ型天井の高さまで開いており、上部が 中東のような装飾を持ち壁岸状となっている控え壁の例が見られる。明確にアーチによる荷重を受ける目的で控え壁を駆使するようになった例はビサンティン建築に見られる。コンスタンチノープルのアヤソフィア大聖堂ではドームに霧石の大アーチをかけており壁の補強として建物内外に控え壁が設けられている。初期ロマネスク様式の教会では 控え壁は壁面を分節し、外部を飾るためだけに使用された単純で直線的な柱状の構造であった。時代が下り、境界道内部の天井にボールト構造が取り入れられるようになると、控え壁が複数の段を持ち、上部と下部で厚さに変化がつけられるようになる。12世紀に入り、リブボールトが導入され、それが振動にも適用されるようになると、 控え壁は境界建築における必須の要素となった。時代とともに境界道の天井高と幅は広がり増大するボールトからの横荷重を受け止めるために控え壁も幅が広がり厚く強固になったが控え壁が内部への最高を阻害することや神秘的な観点から控え壁の上部は力学的に必要な斜方向の支えだけを残し外壁に対して 空中でかけられた飛び、量を生み出した。この飛び針は、ゴシック時代の境界道の大規模化を実現する上で、重要な発明となった。ゴシック機以降の控え壁には、頂上部分の小戦闘やガーゴイルなど、様々な装飾が施されている。実規格に基づいた補強コンクリートブロック製の塀を建造するにあたり、 高さが1.2メートルを超える場合には横幅3.4メートル以内ごとに控え壁を設けることが建築基準法施行令第62条第8項第5号の規定で義務付けられている。ありがとうございます。